どうも、ケイスケ先生、マサです。お、じゃあ、デメヒン。語り気。ド緊張兄貴か。というわけでですね、今回まずは見て、都市伝説シリーズでございます。カット。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイス。いや、ミスター関、ローマの兄貴だ。ナイスはなんだ。今回の都市伝説は、宇宙人が存在するのに絶対に会えないという仮説。フェルミのパラドックスという仮説が存在する。というわけでですね、今回そのフェルミのパラドックスについて触れていきたいと思います。このフェルミのパラドックスというのは、物理学者のエンリコ・フェルミが最初に指摘した地球外文明の存在の可能性の高さと、そのような文明との接触の証拠が皆無である事実の間にある矛盾のことを言うのね。フェルミちゃんって呼んでいい？友達にはなりたくないから。つまり、地球外文明が存在する可能性は高いのに、なぜ会ったことのある人がいないのだろうかということなのね。そしてエンリコ・フェルミというのはローマ出身の物理学者で、中性子衝撃による新放射性元素の発見と、熱中性子による原子核反応を発見して1938年にノーベル物理学賞を受賞している人なのね。またフェルミ粒子やフェルミニウムなどの元素名にも残されていて、 YouTube チャンネルのフェルミ研究所というのもおそらく彼の名前から取られたらしいのね。そしてフェルミは宇宙年齢の長さと宇宙にある膨大な恒星の数から、地球のような惑星が恒星系の中で典型的に形成されるならば、宇宙人は宇宙に広く存在していて、そのうちの数種類は地球に到達しているべきだというふうに考察したのよ。さらに月にはね、6種類の宇宙人がいるって言ってたんじゃん。え、誰もって。確かに合ってますよね。そう、そして彼は1950年に昼食を取りながら同僚と議論の中で、彼らはどこにいるんだという問いを発したというふうにされてるのね。そしてまたフェルミとは別に、天文学者のフランク・ドレイクという人が、地球外知的生命体は存在するのかというテーマを探求するときに、ドレイクの方程式というものを発表してるのね。そう、このドレイクの方程式というのは一見難しそうには見えるんだけれども、簡単に言うと、これらの公式によって銀河系には10万の星に知的生命体が存在して、100種類の知的生命体が存在するはずだというふうに予想されるのよ。簡単な公式だね。ドレイク以上か。そしてこのフェルミのパラドックスには様々な説があるんだけれども、まずは宇宙人は地球に到達しているが証拠を隠蔽している説。これは宇宙人にアブダクションされたり、宇宙人を目撃した場合、メインブラックのような不審者が現れて記憶を消されたり、ロズウェル事件のように宇宙人の遺体が発見されたりすると、各国政府に口止めが入り、調査を試みると妨害が加えられるという説だね。メインブラックの映像っていうのもね、世に出てるね。出ました。覚えてるか。飲んでんのかお前。また彼らは3次元ではなく別次元に存在するため、我々が目にすることはできない。野々村龍太郎か。また幽霊のように肉体を必要としない意識生命体になるということが考えられるのよ。二次元には行きたい。オタクの希望だもん。そう、つまり我々にはステルス技術が優れていて姿が見えない、レプティリアンのように地球人に擬態している可能性があるということなのよ。レプティリアン。二度と言えないぞ。もう一つの説が、昔は頻繁に来ていたんだけれども、最近は来てない説なのね。ご無沙汰パラドックスね。流行っちゃうだろさ。そう、すでに宇宙人は地球に来ていて、我々はその子孫であると。つまり、ホモエレクトスに自らの遺伝子を授けて、ホモサピエンスを作った宇宙人、アヌンナギの説なのね。そしてもう一つが、宇宙人はまだそこまで発展していない説。これは地球以外の星に生命体が存在しているとしても、まだ飛行機すら飛ばす技術もないかもしれないという説なのね。明治。その言葉で訳すなお前。またシュメール神話やモヘンジョダロのように、かつては高度に発達した文明同士が核戦争によって滅びてしまった可能性もあるらしいよね。そしてもう一つが、動物園仮説。これは我々が住んでいる地球を動物園と仮定して、それを宇宙人が我々のことを外から観察しているという説なのね。あ、俺たちが渋谷センター街を見てるみたいな感覚でした。加藤生物たちが。さらに地球人がどんなに宇宙開発や宇宙人研究の開発を行ったとしても、我々が見ている宇宙はプラネタリウムのように偽りの宇宙を見せられているというものなのよ。これは高度な文明を持った宇宙人が地球に現れて、地球人が混乱しないようにするために、地球人に自力での文明発展を妨げないためという理由があるんだ。そして最後の説が、地球以外に生命体が存在しない説なのよ。ナイス。夢もないだろお前。